福岡県は昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに19人確認されました。また、オミクロン株への感染者も新たに7人判明しています。福岡県によりますと、新型コロナの新規感染者は北九州市で11人、福岡市で3人、久留米市で2人、県が管轄する地域で3人でした。死亡した人はいません。また、オミクロン株に10代から70代の男女7人が感染していたことが新たに分かりました。全員症状は軽く、県内の施設に入院しています。これで福岡県内のオミクロン株の感染者は9人となりました。県の担当者は、オミクロン株は他県でもどんどん増えてきている。気を緩めず、状況を注視していきたいとしています。佐賀県では新たな感染者は確認されませんでした。